テレビ広報トスの時間です。この番組はトス市の提供でお送りします。今回は第8回九州満載バスの日イベント in トスについてです。テレビ広報トスの時間です。今回は第8回九州満載について実行委員会の皆さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、今年もですね九州満載、毎年恒例となっていますね。はい、いつ開催されるんでしょうか。はい、第8回九州満載は9月の13日土曜日、14日の日曜日、10時から JR 鳥栖駅東側三名瀬鳥栖都市広場にて2日間開催いたします。はい、さあ今年でもう第8回目の開催になるということですけれども、まだお祭りを知らないという方にですね、どういったお祭りなのかというのを教えてください。はい、九州満載は九州に住む人々が自分たちの住む地域の発展と同じように九州を一つの枠組みとして考え行動し、九州全体の発展を我が町の発展と思うことができる九州人としての意識の醸成へとつなげる事業としています。はい、そしてですね、この九州満載は毎年、テーマを決めて開催されているということですけれども、今年のテーマはズバリ何でしょうか。はい、今回の九州満載のテーマとしてポイントオブビュー九州としています。九州各地の魅力を集結して、各地の魅力がつながり九州全体の魅力として感じられる取り組みを行っております。そしてそれぞれの地域の視点から九州の発展を考え、一体となった九州が国際的な感覚を持ち、世界を視野に九州を考える機会となるよう取り組んでおります。はい、ということで九州満載、今年もですねたくさんの楽しい企画が用意されているということですけれども、どういった企画がありますでしょうか。はい、今回の九州満載は2日間の開催としています。まず1日目は爆笑歌合戦と題しまして、この予選を行います。それから時間は今現在未定ではありますが、サガン鳥栖対ヴァンフォーレ甲府戦のパブリックビューイングを行い、2日目は爆笑歌合戦の決勝を行います。世界的にも有名な九州男児新選組さん等のダンスステージショーを披露していただいて、今回第2回目となる九州ストリートダンスコンテストを開催します。その他ステージショー企画を現在考えているところであります。なるほどですね。いや本当に楽しみな企画が盛りだくさんなんですけれども、一つちょっと気になったのが、爆笑歌合戦ということですが、これはどういった催しになるんですか。はい、これはですね、歌を歌うだけではなく、衣装にこだわったりとかパフォーマンスにこだわって、笑いあり涙ありの爆笑歌合戦となっております。なるほどですね。非常にこちらも見どころの一つとなっておりますけれども、一つですねちょっと気になるポイントがありました。はい、当日会場にはですね九州の B 級グルメが大集合するということですけれども、どのくらいのですね出店数があるのか今教えていただけますかね。はい、今決まっているところが福岡県焼きラーメン、佐賀県唐津バーガー、大分県日田焼きそば手羽一本揚げ、長崎県小浜ちゃんぽん、宮崎県肉巻きおにぎり、チキン南蛮、熊本県いきなり団子、この出店が現在決まっております。その他として地元ブース、としまして JA 佐賀さんにご協力いただきまして、今が旬のアスパラガスと、佐賀県産牛肉をの出店をしていただきます。その他、九州の7つのブランドの鶏肉、豚肉を一つの串に刺して、九州のブランド肉を一本で楽しめるという串焼きを、考えております。また他九州各地から地ビールを用意して串焼きとビールで九州を堪能していただきたいと思っております。当日は、イベントだけではなくグルメの方も充実しているということでですね、グルメを楽しみながら、イベントの楽しむということでですね、たくさんの人に、足をお運びいただきたいなと思います。そしてそれ以外の、企画についてはどんなものがありますか。今回鳥栖市は市政60周年を迎えます。交流のあるドイツビールや食事を60周年のお祝いムードを楽しんでいただいて、
ブースとしては交換留学やフッペルの紹介展示をしていきます。他では地域に住んでいる留学生に今依頼をしていますが、留学生の母国の衣装や文化も紹介していただけるようなブースも開催いたします。そして最後に子どもさんも多く参加していただきたいので、キッズスペースとして働く乗り物車、乗り物集合と縁日、射的や金魚すくいなども用意しておりますので、どうぞお越しください。幅広い年齢のですね、方が楽しめるイベントとなっております。皆さんぜひ、ご家族でまたご友人お誘い合わせの上ですね、会場に足をお運びいただきたいなと思います。さあ、ではイベントに関するお問い合わせ先ですが、どちらにすればよろしいでしょうか。はい、第8回九州万歳実行委員会、一般社団法人都市青年会議所内にございます。電話番号は0942-82-7275。大変申し訳ございませんが、問い合わせは15時までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、最後に第8回九州万歳の PR をお願いします。はい、九州各地より魅力をたくさん集結しております。子どもから大人まで楽しめる企画を考えております。そして今年は鳥栖市制60周年となっておりますので、皆さんでお祝いもしたいと考えております。9月13、14、皆さんのお越しをお待ちしております。それでは皆様、ドイツ語で乾杯しましょう。アインプシト。ということで、今回は第8回九州万歳について実行委員会の皆さんにお話を伺いました。では続いて、バスの日イベントイントスについて国土交通対策課の江藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず、バスの日について教えてください。バスの日とは、明治36年の9月20日に日本で初めてバスが営業運行されたことを記念して定められた日で、全国で毎年9月にいつでもどこでもみんなのバスをテーマに、バスに関するさまざまなイベントが行われています。鳥栖市でも平成22年からバスの日イベント in 鳥栖と題して、日頃から路線バスやミニバスをご利用いただいている方々への感謝の気持ちを込めて、また市民の皆様に市内を走る路線バスやミニバスにより親しんでいただくために、いわゆるバスのお祭りを開催しています。開催日時を教えてください。はい、今年は9月21日日曜日の午前10時から鳥栖駅前バス停の南側の交流広場で開催します。ではバスの日イベント in 鳥栖ではどういった催しが企画されているんでしょうか。はい、まずイベントの日は一日中路線バスの市内線と鳥栖プレミアムアウトレット線、ミニバスの鳥栖地区田代地区循環線が無料で乗り放題となります。市民の皆様にどのようなバスが走っているのかを試乗体験していただいて、身近なバスのことをもっとよく知っていただけると思います。はい、この日はですね、無料路線もあるということで、はい、そちらについて詳しく教えてください。はい、当日は路線バス市内線として河内線、麓線、八重ヶ丘線が無料となります。またミニバスは通常日曜日は運行していませんが、イベント当日は特別に鳥栖地区、田代地区の両地区ともに無料で同時運行します。このミニバスは9人が定員ですので、満席の場合は乗車はできませんが、時間をずらすなどでご利用ください。また今年は鳥栖プレミアムアウトレット様のご協力により、鳥栖駅前発、八重ヶ丘駅発、西鉄大郡駅発の鳥栖プレミアムアウトレット線全線無料で運行します。ただし広域線の久留米鳥栖線、綾部線、鳥栖神崎線は通常通り有料となります。今年はですね、鳥栖市の市制が60周年ということですけれども、バスの日イベントも、これまでと違ったイベントがあるそうですね。はい、今年はバスの日イベント in 鳥栖を鳥栖市市制60周年記念事業として開催をいたします。
そこで今回の目玉として西鉄バス佐賀株式会社様のご協力により福岡市で観光周遊バスとして運行していますオープントップバスが鳥栖市にやってくることになりました。はい、はい、今ご紹介いただいたオープントップバスって一体何ですか？はい、このオープントップバスは福岡市内の主要観光スポットをご案内する屋根のない2階建てバスです。アジアの玄関口である福岡市内の観光地や天神地区、博多地区、シーサイドエリアなどの都市間を周遊しています。バスの車体は日本初となる国産オーダーメイドの2階建てオープントップになっています。乗るだけで楽しめちゃうアトラクションのようなバスを楽しんでください。はい、そして他にもですね、子どもが喜ぶイベントもたくさんあるようですけれども、はい、昨年も大変好評だったちびっこバス運転士体験を今年も行います。子ども用のバスの運転士の制服や制帽を試着して普段はなかなか座れないバスの運転席に座って運転士気分を味わうことができます。もちろん記念撮影もできますので、お父さんお母さんもお子さんの楽しんでいる姿をしっかり写真に収めていただきたいと思います。はい、そしてまた当日はですね、可愛らしいマスコットキャラクターも登場するようですね。はい、鳥栖市のマスコットキャラクターであるトットちゃんや西鉄バスのマスコットキャラクターであるフェレットくんがやってきますので、可愛いキャラクターと触れ合ったり記念撮影をして、ぜひご家族やお友達と楽しんでいただきたいと思います。小さなお子さんが楽しめそうなイベントになりそうですね。はい、さあ、ここにはどういった催しがありますでしょうか？男の子に人気のこういったペーパークラフトを作る体験ができたり。あ、なるほど、こちらがそのペーパークラフトになるわけですね。はい、また、西鉄バスのオリジナルグッズの販売があったりと、他にもたくさんのイベントを開催する予定ですので、皆さん9月21日はぜひバスの日イベントイントスへお越しください。さあ、皆さんぜひですね、足をお運びください。では最後に江藤さんからメッセージをお願いします。はい、当日はご家族やご友人をお誘いの上ご来場ください。よろしくお願いいたします。ということで、バスの日イベント in 鳥栖について国土交通対策課の江藤さんにお話を伺いました。この番組は鳥栖市の提供でお送りしました。